無駄にまみれた大風呂式万博、無駄にまみれた大風呂式万博、こういうのをね、下品なレッテル貼りっていうんです。いわゆる万年野党の定番の芸風です。総理、こういうね、なんて言いますか、事実はね、いや事実はしっかりチェックしたらいいですよ。しかしかつて、最近自民党も やられませんが、労働市場改革やるときにね、なんか首切り法案だとか、残業代ゼロ法案だとか、それで国会がぐちゃぐちゃするっていうことが続きました。で、ああいう事実に基づかない下品なレッテル貼りは、私はね、やっぱりちゃんと反論していく。で、この国会からそうしたことは排除、排除しなくてもいいんだけど、言論の自由だから自由ですけど、しっかりとそういうレッテル貼りに負けずに、しっかりやり遂げていく。そういう万年野党の下品なレッテル貼り、これ、けしからんと、ちょっと総理。でも、トリガー発動、そのまま発動したら、入り口でまた、入り口って、そのトリガーの入り口と出口が発生しちゃうから、全然出口戦略にならないんですよ。だから出口戦略でガソリン税の話を議論するんだったら、それは民主党政権の出来の悪いトリガー条項じゃなくて、暫定税率、当分の関税率の廃止でなければならないと思うんですが、いかがですか。内閣総理大臣、岸田文雄君。今日も何か立憲のですね、大阪の議員、あるいは一昨日も立憲民主党の議員がですね、こんなことをおっしゃってました。無駄にまみれた大風呂式万博、無駄にまみれた大風呂式万博、こういうのをね、下品なレッテル貼りっていうんです。いわゆる万年野党の定番の芸風です。総理、こういうね、なんて言いますか、事実はね、いや、事実はしっかりチェックしたらいいですよ。しかし、かつて、最近自民党も やられませんが、労働市場改革やるときにね、なんか首切り法案だとか、残業代ゼロ法案だとか、それで国会がぐちゃぐちゃするっていうことが続きました。で、ああいう事実に基づかない下品なレッテル貼りは、私はね、やっぱりちゃんと反論していく。で、この国会からそうしたことは排除しなくてもいいんだけど、言論の自由だから自由ですけど、しっかりとそういうレッテル貼りに負けずに、しっかりやり遂げていく。そういう万年野党の下品なレッテル貼り、これ、けしからんと、ちょっと総理。内閣総理大臣、岸田文雄君。政策について、議論する際に、どう表現するか、これは国会における活発な議論を、この促進するという意味で、その決してこういったものはいけないとか、制限することは控えなければならないと思いますが、やはりこの国会の議論の場は、国民の皆さんが見ておられるわけでありますから、やはりこの国会において、しっかり品位を保ち、信頼を保つ議論を行っていくことは重要であると考えます。足立康君。私もこの 4,5 年はですね、上品にやっておりますので、ご理解を賜りたいと思います。一昨日、国民民主党の玉木代表とですね、総理の間でトリガーの、何か検討ということになります。私反対じゃないんですよ。これ、もう実現できるならどんどんやったらいいと思うんですけど、総理はですね、出口戦略を考える中でとこうおっしゃいましたね。それはかつて、例えば昨年の春からずっと、春までずっとトリガー凍結解除、自民、公明、国民で検討してきたけど、これからも継続して検討しようねみたいなことで、むにゃむにゃむにゃっと来てるわけです。でも何回もこれ、トリガーってこうニュースになるんですね。で、私もやるならやったらいいんですけど、やらないんだったら、もういちいちもう、紙面を取らないでほしいんですよ。だって、トリガーの紙面が出ることによって、より本質的、構造的な社会保険料のニュースの紙面が減るんですよ。
去年おととしやってきたトリガーの検討と、昨日かな、ご指示された、おとついご指示されたトリガーの検討、なんか違うんですか。内閣総理大臣、岸田文雄君。今回の総合経済対策の中で、エネルギーの激変緩和措置については、来年の4月末まで延長し、5月以降縮小していく、こうした方針を示しています。この方針は、この実行、しっかりと実行してまいりたいと思っています。しかし、その先について、この激変緩和措置についてもさまざまな評価があります。その先について、どうあるべきなのか、これについてトリガーも含めて、与党とそして国民民主の政策責任者の間で、議論をする、検討をする、こうしたことは有意義であると申し上げたところであります。足立康史君。僕多分できないと思いますよ。だってね、トリガーっていうのは入って出るわけでしょ。出口戦略にならないんですよ。例えば25円以上の補助金がある中で、補助金と暫定税率、当分の間税率を入れ替えて、で、暫定税率、当分の間税率を廃止するんだったら、出口戦略になりますよ。でも、トリガー発動、そのまま発動したら、入り口でまた、入り口って、そのトリガーの入り口と出口が発生しちゃうから、全然出口戦略にならないんですよ。だから出口戦略でガソリン税の話を議論するんだったら、それは民主党政権の出来の悪いトリガー条項じゃなくて、暫定税率、当分の間税率の廃止でなければならないと思うんですが、いかがですか。内閣総理大臣、岸田文雄君。今のエネルギーの激変緩和措置についても、物価対策としての意味、一方で脱炭素との関係など、さまざまな議論があります。そしてそういった議論の中で、来年4月末までは、これは間違いなく継続すると、お約束をしたいと思います。その後、縮小を、考えていくということを申し上げています。その先において、今言った論点等も含めたさまざまな議論の中で、具体的にどうしていくのか、こういった議論を行うことは有意義であると思っております。ぜひ、委員会で、与党と国民民主の間で議論を、政策責任者の間で議論をする、これは有意義だと申し上げました。議論が行われ、そして国民のこの生活を支えるこの結果につながることを期待しております。以上、足立康史。時間が来ましたので終わりますが、ガソリン税について来年度、何かそうやって対応措置するのであれば、法律も改正しなければならないし、それからこの年末の税制改正大綱で決めなきゃいけませんね。だからなんか昨日かおとついか指示されて、自公国で検討するんだって言ってるけど、もうあれですよ、来月しかありませんよ。だからしっかりとやるならやる、もうやらないなら、なんかそういうおためごかしのなんかなんとなくこう国会の茶番みたいなことはですね、紙面を取りますので。そういうことはもう控えていただいて、本質的な対論をですね、していけるように我が党も頑張ってまいりたいと思います。本日は大変ありがとうございました。